イーグル金貨とはアメリカ合衆国政府が発行してきた本位貨幣としての10ドル金貨である。現在では1986年から発行された地金型金貨の名称として用いられる。イーグルという用語は1933年以前の10ドルの金貨の正式な米国指定でもあるため通常地金コインの重量は アメリカンゴールドイーグルを説明するときに混乱を避けるために使用されこれは額面価格が10ドルとマークされている1、4オンスのアメリカンゴールドイーグルに特に当てはまる。ターバンヘッドの旧タイプ2種1792年の貨幣法では金品位は22カラットであり、イーグル金貨は270グレーンに定められた。 ターバンヘッドタイプのイーグル金貨は1795年から1804年名まで製造を発行された。以下1、2イーグル135グレーン、1、4イーグル67.5グレーンと額面に比例していた。この時の金銀比較は1時15分であった。1839年リバティヘッド1865年。 リバティヘッド1866年リバティヘッド1907年インディアンヘッド1908年インディアンヘッドしかし銀相場の下落から金貨の国外流出、妖怪が起こったため1834年の貨幣法では金貨が減量され金位も116、129とやや下がったイーグル金貨は五十八グレーン一、イーグルは二十九グレーン一。 4イーグルは64.5グレーンとなった。しかし、このタイプのイーグル金貨は製造されず、1、2イーグルと1、4イーグルが製造された。これにより、金銀比貨は1、16.00となった。1837年には、両目は変えず金ピニーをわずかに上げ、116、129から900、1000飛び調整された。 イーグル金貨は258グレーンとなった。リバティヘッドタイプのイーグル金貨は1838年から1907年まで、インディアンヘッドタイプのイーグル金貨は1907年から1933年までが製造された。リバティヘッドは1866年まからモットーが入り、インディアンヘッドは1908年からモットーが入った。以下は額面に比例であり、 2イーグルは129グレーン、1、4イーグルは64.5グレーンとなった。これにより、金銀比価は1、15.99となった。1849年からは、ダブルイーグル及び1ドル金貨、1854年からは3ドル金貨も製造された。1792年以来、アメリカは、金銀副本位制を取ってきたが、 1850年代終盤頃のネバダ州における膨大な銀行の開発から銀価格が下落し、1873年の貨幣法では銀価が補助貨幣扱いとなり、金本位制となった。金本位制は1900年に正式に法律に金一温水コールに20.67ドルと明記された。1933年にはルーズベルト大統領は、 大統領命令6102号を発令して、アメリカ市民の金保有を禁止し、金運本位制、金貨の製造も停止された。この時市民は、金一温水コール20.67ドルの陛下で、収集用金貨を除く、金貨や金製品の教室を強制された。このため1933年名の金貨はすべて、溶解されたことになっていたが、 最終年号である1933年名の20ドル金貨がオークションに出品され、アメリカ政府は金貨の所有権をめぐって提訴する事件に至った。これとは別のダブルイーグル金貨が2021年6月にやはりオークションにかけられ、コインの史上最高の1887万ドルで落札されている。イーグル金貨イーグル金貨現在の地金型金貨の主流は K24 の純金であるが、イーグル金貨は22カラットである。かつての流通用金貨がそうであったように、銀及び銅との合金とすることによって、純度と引き換えに対魔猛性を得ていることが特徴である。K22 の地金型金貨としては他に、クルーガーランド金貨、ブリタニア金貨がある。種類は、それぞれ、純金量1、1、2、1、4、1。 10トロイオンスの4種。合金分を含んだ総重量は若干多い。額面は1トロイオンス化からそれぞれ50、25、10、5ドルだが発売、取引価格を大きく下回る。また収集用にプルーフ加工されたものも発行されている。他に現代アメリカの地金型貨幣としては1986年からは 純度99.9%のイーグル銀貨が1997年からは純度99.95%のイーグルプラチナ貨が2006年からは一般的な地金型金貨同様に99.99% 99の純度を持つバッファロー金貨がそれぞれ並行して発行されている。日本国内では野口コインが販売を行っている。ありがとうございます。